はい、さいちゃんまりです。はい、今回はですね、皆さんお待ちかねの Amazon 激安すぎるコスメシリーズ第2弾イエーイ第1弾ではですね、こちらの5円アイシャドウパレットを4色ご紹介しました。たくさんね、ご反響いただきまして、今回それの第2弾でございます。今回ご紹介するのはこちら。はい、みんな大好きリップカラーです。で、今回はですね、こんな感じで8色ありましたので、ちょっと8色全部買い占めてみました。今回ご紹介するこちらのリップが、お値段なんと1つ1円でございます。1円きちゃったーねー。出しちゃった2回目で。ちなみに配送料は1つにつき350円かかります。で、これ1から8番までね、8色あるんですけれども、今現在ちょっと見てみたら8番のみ購入可能みたいで、1から7はね販売終了になっちゃってページがないんですね。まあでもね、1円のリップ正直みんなにおすすめできるかっていうとちょっと本当に怖いんで、私が1円のリップどんなもんかっていうのを今から試しますので、まあね、それ見てもらって、あ、この人こんな怪しげなもん買ってね、バカだなって思ってください。はい、外箱がこんな感じ。なんかね、見たことあるようなないようなですが、まあAmazon 激安コスメシリーズにはよくあるあれですね。はい、で中出してみますとですね、はい、どっかで見たことあるね、これは。どっかで見たことあるこの三角のフォルムですね。はい、うん、またか、お前もか。まあ、こんな感じでしっかりシール止めしてあるので、ちょっと開けましょうか。買った。ああ、シール残ったわ。こんな感じで、まあどっかで見たことあるような三角形のリップになっております。かわいいね、三角ね。とりあえず繰り出してみた感じ、この下のなんつうの、回す部分がすっごいゆるゆるしてて、なんかちょっと不安があるというか。ここさ、カチって戻るよね、普通。戻らん。多分本当はピタッとここで止まるはずなんだけど、止まんない。ゆるゆるだこれ。あらまあいいや。はい。で、こちらが8色ありますので、順番にね、唇に塗ってレビューしていきたいと思います。私ね、今までね、2個だけダメだったリップがあって、1つはこれね、キャンドゥのクレヨンタッチミーのリップティント。これはね、もう塗った瞬間にもうピリピリしてしまって、どうしてもダメだったんですよ。で、もう1個がね、このね、キスミーフィルムのリップ。どうも私の唇に合わなかったみたいで、カサカサになってしまって。まあ、この2つだけはダメだったんですけど、まあ、これ以外は今まで結構な種類使ってるんですけど、安いのから高いのまで今のところ荒れたことってないんですね。まあ、1円リップだし、まあ、プラス350円の送料かかってるんで、実質350円のリップってことで、よっぽど大丈夫かなと信じてやってみます。それでは順番に塗っていきます。レッツゴー。今何にも塗ってない色がこんな感じです。ね、ちょっとね、ここなんかでかいかさぶたできちゃって申し訳ないです。1番の色味こんな感じですね。で、今ね、とりあえず1本目塗ってみての感想なんですけど、めちゃくちゃ柔らかくてスルスルーっと伸びてくれますね。でね、なんかね、なんだろう、駄菓子みたいな匂いがする。甘い匂いがします。発色がやっぱりね、バッキバキですね、これ。うん。で、2番のこの色味は、ちょっと黄身が入った赤、鮮やかな赤ですね。うん。イエベさんに似合いそうな。はい、続いて5番がこんなパッキパキのオレンジですね。はい、7番がこんな感じですね。ちょっとコーラルピンク的な色味ですかね。で、続いて8番なんですけど、なんかね、裏側の番号が5番って書いてある。5番とさ、色がほぼ一緒なんだよね。これまさかの中身が違うとかそういうのある？あ、疑ってごめんなさい。ちゃんとしてた。こんな感じのゴールドのラメのリップです。あ、かわいいこれ。今までのやつに比べて桁違いにめちゃくちゃお菓子の匂いがする。普通のリップカラーに重ねて使うタイプだと思うんで、今、2番のリップをね、唇に塗りました。この上からゴールド重ねてみます。このさゴールドのグロスリップかわいいね。思った以上にちゃんとゴールドが発色してくれるというか、思った以上にいい感じですね。あ、いいなこれ。はい、とまあこんな感じで全8色順番に塗ってみました。いやさ、こういうね安すぎるコスメ何種類か使ってきたんですけど、なんか総じて発色がめちゃくちゃいいんですよね。なんだろう、発色に成分を全振りしてるっていうことなのかな。で塗り心地としましてはめちゃくちゃ柔らかくて、もうスルスルっていっちゃう感じ。なんだろう、車の中にちょっと置いちゃった時ぐらいの柔らかさです。だからこうスルッと塗れるんだけど、そのスルッと濡れてスルッと落ちるねティッシュで軽く押さえるとかするだけでもうトゥルッと落ちちゃいますねこれ。そのためのアップが見つかります。やかましい。なんかね、色だけ剥げちゃう。で今これゴールドだけが残るっていう不思議なことになってますね。まあね、一応リップ用の下地を塗ってから塗ってるっていうのも多少はあるのかもしれないんですけど、1日これでってなると全然持たないんじゃないかな。なんかコップに口つけた瞬間全部コップにつく感じがする。あ、でもこっちのね8番このゴールドのやつはなんか意外と本当にぎっちりラメで唇がキラキラになりました。去年かな出してたロレアルパリのゴールドリップと同じぐらいにねギラギラしました。まあね、一円にねそんなクオリティは求めてないというか、私的には本当に動画のネタになってるだけではあるので。で前回のね5円アイシャドウの時も言ったんですけど、まあ、こういうね激安すぎるコスメって本当に何入ってるかわかんないんで、特に唇はね敏感な部分なので、あんまり普段からよくわかんないブランドのものを使うのはちょっとちゃんまりはおすすめできないです。でちなみにね今回のやつはメイドインコリアですね。で309というまあメーカーブランドっていうことなのかな。前も言ったけど、こういうねちゃんと自分のとこのロゴ入れてるやつだったら偽物として出してるっていう風にはならないんですよね、おそらく。デザインが似すぎっていう案件ですね。はい、まあ本家買った方がいいと思う。まあね、こうやってね何入ってるかよくわかんない海外製の激安すぎるコスメ、ちゃんまりが体を張ってレビューしていきますので、もう一回次も見たいっていう方はね是非高評価お願いします。以上ということで、今回は Amazon 激安すぎるコスメシリーズ第2弾1円リップをご紹介しました。面白かったよという方は評価とチャンネル登録お願いします。それでは次回もお楽しみに。 See you!